意識がですね、物質にですねとかに作用するっていうのは、サイエンスゼロという番組でもですね実際に報道されまして、でこのですね、これは光子というふうなものを発する装置なんですけども、光子を発したらですね、このところにスリットをつけておきまして、でこのスリットを通った光子がですね、こっちのスクリーンにどのように反映するかと。で、光子というふうなものはですね、粒子、水の粒、光の粒みたいな粒子的な側面と、波のようなですね、側面がありましてですね、こういったスリットを通した場合には波のような、働きをしまして、でそうするとこの波の干渉の様子がですねこのところに現れるわけなんですけども、こんな感じで真ん中が一番太くてですねだんだん細くなっていくというような感じ、このところ波がこうやって、この丸いのは水面にしようとした時にですね広がる波紋だと思ってもらえばいいんですけども、でそういったものをここから発射するとここのところではこんな感じになっていくと。でこの時に、この被験者がですね、ここのところにいまして、でこっち側のスリットにたくさんの粒子を通らせようというふうにこの人が思うと、こっちの方がですね実際に多くなったと。で普通の意識状態じゃない、全然、そういった意識を集中しない状態でですね、ではこのスリットからですね光子の通り方がこんな感じの、誤差の幅があるんですよというふうな、測定をした後に、じゃあその、このこっち側だけ通るようにイメージしてくださいとかっていうふうにやって、250名の被験者を使って実験したところ、このばらつきの範囲を超えたところでですねちゃんとこんな意識を集中して3秒後にですね、こっち側のスリットの方にたくさんの光子が通ったというふうな感じで、こういった実験がなされていると。ですから自分が、催眠や瞑想の状態になってですね強く思うと、この思いが物質界にですね影響するというふうな感じなんですね。それでですねこの方法でですね、自分この方法を使うとですねもっとすごいことが起きまして、この人がですね F さんというような感じで、ラディナスのホームページでですね、表現してるんですけども、この人がこれまで、妻子ある人と結構お付き合いしてですね、子供ができてしまったと。で、その人にですね、私と結婚してくださいと、別れて結婚してくださいっていうふうに言ってですね、来たんですけども、なかなか彼がその通りになってくれなかったと。で、じゃあ私は、ラディナスの結婚録画集中プログラムを申し込んで、これまでの執着を手放して、幸せな結婚を決意しようという感じでですね、思った途端に、その、この法則の通りにですね、その、パートナーの人にですね、エネルギーが届いてですね、彼を驚くことに頭を丸め取り、今まで本当に申し訳なかった、許してほしいと。6年間待たせてしまったから、これから一生大事にします。と、なんだか、他にも彼との間にできた娘のためのひな人形やら米やらケーキやら、まるで童話のカサゴ地蔵に寄り持ってやってきたというふうな感じでですね。ですから、自分がですね、幸せになるんだというふうに決意をすると、それをですね、自分のそういったパートナーにですね、意識をですね、送ることができるということなんですね。ですから、こういったことはこれまでは不思議なことだったわけですけども、この量子力学のその世界がですね、広がってきますと、そういった感じで意識の力でですね、そういったことができると。それからまた、実際に DNA の中には、原子とかこの光子とかっていうそういうふうな電子というふうな感じでですねこの粒子が入ってるわけなんですけども、そうするとそのそういったものにもですね作用するさせることができると。そういった実験がですねまた別の実験でありまして、で自分自身から、採取したですね、その細胞を DNA のレベルまで分解してですね、でそこに光を当てると DNA の長さを測ることができると。で自分自身がリラックスしている時には DNA がバッと伸びててですね、自分自身が緊張したりとかなんかすると DNA が縮むとかっていう測定をなされていたりとか、あるいは、その光でその長さをその測定するんじゃなくて、その、今度は DNA のレベルまでしなくて、ただ単にこうやってこの頬の内側から、
細胞を取ってですね、電解液とかね、こうやって入れておくと。でその通り電極を刺しておくと、自分がですね、思っているその感情によってですね、この電位が変わってくるとかっていう実験もですね、なされていたりとか、あるいは、人間じゃなくてその植物の葉っぱをですね、この電極で挟んでおく。でそしてこのそれでこの電位を測りながらですね、他の植物をですね、葉っぱを切ろうとかっていうのにするとですね、これまたピュッと電位が変化するとかですね。そのように、これまでそんなことなんかありえないよと思っていた事柄がですね、だんだん科学の進歩によってですね、自分の意識が、その自分から切り離されてしまった細胞に、あるいは DNA に作用したりとか、あるいは自分の意識が植物に作用したりとかという形で、これまで切り離されていたものが実は何らかの力でもってつながっているというふうなことがですね、この頃よく分かってきているというふうな感じなんですね。ですから自分自身が意識の力でですね、を強くしていくとこういった感じでですね、起きてしまったりもすると。